今月6日に福井市内で行われた死刑制度をめぐる日弁連のシンポジウムで、ビデオメッセージで、殺したがるバカどもと戦ってください、などと制度を批判したものの、犯罪被害者遺族らからやインターネット上で批判が殺到した作家の瀬戸内寂聴さん、94、が14日付の朝日新聞のエッセイで謝罪した。バカは私、と題した文章。今も世界の数勢に遅れ、死刑制度を続けている我が国の政府に対して、人権擁護の立場から発した意見であった、とし、バカども、犯罪被害者を指すものではないと釈明した。しかし、SNS 上で犯罪被害者をバカ呼ばわりしたと取られ、炎上。誤解を招く言葉を94歳にもなった作家で出家者のみで、口にする大バカ者こそ、さっさと死ねばいい。お心を傷つけた方々には、心底お詫びします、と謝罪した。